ポワティエの戦いにおける機動ポワティエの戦いポワティエの戦いは百年戦争の一環として1356年9月19日にプランタージネット朝イングランドとバルワ朝フランスの間で行われた戦いポワティエの戦いとも表記する戦いに先立つ1356年8月8日エドワードクロ大使はアキテーヌを根拠地に北上しつつ飛行戦術を取った 地方に駐屯する、守備隊を撃破し、物資を略奪することによって調達した。トゥールのロワール川近辺で、イングランド軍は根じを確保できておらず、また、大雨により、都市を焼け払うことができずに抗軍が遅れ、フランス王者二世は、イングランド軍に追いついた。イングランド軍のエドワードクロ大使は16歳の時、経験した、クレシーの戦い同様の作戦計画を立案し、 自然の障害に囲まれた平野に陣取った。陣地の左側面は小さなクリークに背後を森に囲まれており、唯一弱い右側面、ポアティエからボルドーへと続くローマ時代からアルコドーには略奪物が乗せてある荷車を置いてバリケードが割りとした。そして騎兵も皆、馬を折り、不評として二部隊に分けられ、その両翼に V 字にロング棒を持った。 超級部隊を配置した。この際、ビュック領主のジャン三世、とグライヒキール200機ほどの騎兵部隊が、後方の森に隠されていた。対するフランス軍のジャン二世は、部隊を4つに分割して並べて配置した。その際、300名を除いて騎兵は馬を降り、不評として、戦いに参加した。戦いに先立ち、イングランド軍の左翼が後退するかに見せかけたため、 フランス軍の騎兵はそれに誘われるようにして突撃し、戦闘が始まった。イングランド軍は予測通り突撃してきたフランス軍に矢をあめあられと降り注がせた。ジャンフロワサールはイングランド兵の放つ矢尻はフランス騎士の鎧状を滑り、衝撃は緩和され、フランス騎士を傷つけることはできなかったと書いている。ともあれ、騎兵の鎧を貫くのは困難であったが、 馬の鎧は側面、あるいは後輩からの攻撃には弱かったため、超級部隊は、フランス軍の側面に回り込むようにして、馬を狙い撃ちにした。結果、第一陣は、壊滅的打撃を受けて回送した。これに続いて、第二陣を率いた王大使率いる、不評部隊が攻撃したが、再編成のために撤退した。それを見たオリレアン後輩家の第三陣は、 強行状態に陥って敗走し、第四陣は進軍できず、しばし立ち往生することとなった。この間に、イングランド軍は、矢が不足したため、旧兵も、剣を抜いて、白兵戦に備え、不評の一部は起乗して、戦いに備えた。まだまだ脅威となる戦力を残すフランス軍との、戦いは激しいものとなったが、イングランド軍には背後に隠しておいた、騎兵部隊があった。 騎兵部隊は戦場を迂回して、フランス軍の側背面に回り込み、奇襲を仕掛けることに成功した。包囲されることを恐れたフランス軍は、逃走を試みたが、ジャン2世とその側近たちは、捕虜となってしまった。結果としてフランスは軍事のみならず、経済的にも大打撃を受けた。エドワード・クロ大使の活躍により、フランス国王ジャン2世を捕虜としたイングランドは、 当初五十万ポンドもの莫大な身の白金を要求したが、交渉が進むうちに、エキュ金貨4 0万枚に、最終的には、ブレティニカレー条約で合意に達した身の白金の、額は、エキュ金貨3 0万枚であった。この額は、結局全額払われることはなく、人質の一人であった安住公ルイの逃亡、及び支払いの遅延により、ジャンニセは一旦解放されたにもかかわらず、 自らロンドンに再び赴き、捕虜のまま死を迎えることとなった。イングランド側としては、数年前、スコットランド王デイビッド2世を捕虜にした時の、身の代金の額より多くすべきだという考え方と、王としての核で、身の代金の額を要求するとジャンのフランス王位を認めたことになるため、フランスの王位を主張するエドワードの立場としては、あくまでバロア白を捉えたものとして、 身代金の額を設定する必要があるというジレンマが存在した。この戦いは、クレシーの戦いの再現とも言える代償で、イングランド軍の優れた戦術により少数が多数を圧倒した戦いとなった。ウジェーヌ・ドラクロアは、この戦いを題材に絵画を描き上げた。ありがとうございます。